用油亜鉛ッキ鋼材表面のブチ、模様用油亜鉛ッキとは、鋼材の防錆処理の一種である。現場では、正式名称はあまり使われず、メッキ層につける様子から、俗にドブ漬けや天ぷらなどと呼ばれるのが一般的である。鋼材の表面に亜鉛の合金層を形成することで、亜鉛の犠牲的防食作用により、鋼材の腐食を抑制する。屋外に設置される。 高構造物の防食処理として広く採用されており、身近なものとしては送電用鉄塔などが挙げられる。環境条件が良好であれば数十年にわたる、防食効果が期待できる一方、重工業地帯や海浜地区などでは、寿命は著しく短くなると言われている。滅キされた当初は、亜鉛の光沢色が見られるが、風雨にさらされると酸化皮膜ができて、白くなる。 溶油亜鉛メッキの作業工程は、ジス H8641 によって以下のように定められている。鉱材表面の脱脂酸アライフラックスメッキ冷却メッキされた。鉱材表面には亜鉛の結晶化によるブチ模様が現れるのが特徴である。溶油亜鉛メッキ鋼板のスパングルの種類は ?JFE 鋼板。ありがとうございます。